神奈川県では7日、137人の新型コロナウイルスの感染者が確認されました。8月15日の136人を上回り、1日の感染者数としては過去最多です。7日、横浜市では74人の感染が確認されるなど、神奈川県全体では合わせて137人の陽性が判明しました。1日あたりの感染者数は8月15日の136人以来、およそ2ヶ月半ぶりに過去最多を更新しました。また、3人の死亡も確認されています。東京都では3日連続で200人を超える294人の感染が確認されました。都によりますと、年代別では20代の感染者が81人で最も多く、中にはハロウィーンの時期に会食したと話す人が複数いるということです。また、全体の2割ほどを外国人が占めています。